はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂付きやっていきましょうということで、やってまいりました、5周年ですね。はい、こちらのプラティニガチャやっていきたいと思います。まあ5周年ガチャですので、まあしっかりね、選手作っていくためにもまあケチャ飛ばしていきたいところなんですけども、なんといってもね、これ 6% のガチャ、そしてはい9人もいるというところで、しかも外れ枠も結構多いんですよね。外れ枠オタメンディ、アムラバと、プリシッチ、この3人に偏ると 6% ガチャマジで地獄というところですね。で、ビジャとメッシ、ダンフリースは、5凸持ってるので、まあ、1体ずつ出れば、まあ、なんとか5凸できるかなというところですね。なんで、まあ、初出のねプラティニテオ、ここだね、プラティニテオ、ここがたくさん被ってくれればもう勝ちでございます。でグリーズマンはね、まあ、あのセクリットドリブルあるんで作りはしませんが、出てくれれば嬉しいかなというところですね。怖いな 6%。 はい、さあお願いします。もう最初のね10連肝心ですからね。さあ行ったぞ、行こう。1枚目、星さんスタートです。2枚目、星4。はい、3枚目、来い。6%はね、まず1体目がね来るまでがこうしんどいですよね。お願いします、来い。来ない、星さん何体目だ、これ9かな、来ない。次が特別獲得枠 10% かな。まあ 10% はね来ないよね。あ、数え間違いだ、これが9枚目かな。次が特別獲得枠だと思います。 10%、 まあ 4% 上がってれば、あれめっちゃ数え間違えてる、あれ全然数え間違えてるわ、ここだ。安定の0枚スタート、まあそうですか、0枚スタートですか、しょうがない 6% ですからね。はい、まず1枚来るまでがねほんと怖い、お願いお願いします、とりあえず1枚ください。1枚目、2枚目、来い。お願いお願いお願い。3枚目、うわー来ない。4、うわー怖いわー、ほんと怖い。 6%5、 うわーマジか。6、来た、来ない。7、うわーマジかー、お願い1枚出て。8、うわースタートしてくれよー。9、うわ最悪だマジか。10、ラスト来ない。20連0、うわーきつい、執念きつい。あ、次特別獲得枠 30% お願いします、ケチャとバレ。1枚目、来た、よし来た、戦艦のゴールハンター、誰、前線だな、プリシッチ以外、プリシッチ以外お願い。ビジャ OK、 ありがとう、 OK ビジャ、よし、なんとか始まった。2枚目も来い。来ないか、まあ、ビジャスタート、まあちょっとねビジャ5凸あるんで、お来た、何もなかったけど来い。あ、グリーズマンありがとう、いいよいいよいいよ、セクリットドリブル作らないけど、お、ケチャドバの感じ。いやー、ビジャーとグリーズマン2枚抜き、一気にこれで確率戻したね、よかった。もう1枚来ないかな、
来ない。ラスト 30% あるけど、 30% 取れたらでかいけど、次ぐらい。あ、取った、マジか。左サイドバック、左サイドバックなんで、テオかな。よし来た、テオありがとうございます。いや初出なんで、テオはいっぱい来てもらわないと困るんです。オッケー、3枚抜き、一気に盛り返した。オッケー、ビジャ、グリーズマン、テオありがとうございます。いやーよかった、いいね、この感じで一気にいっちゃおう。1枚目、2枚目来い。3枚目あれだよね、だからめっちゃケチャドバした後ってやっぱ出ないことが多いから、ここで出すとでかい。出ない、出ない、プラティニとか出ない、来い。来ない、あー来ないか。来た、来ない、ラストかな。来なかったね。まあでもでもでも、はいはいはい、ステップ4までの40連で3体なんで、まあ悪くはない、悪くはない。だからあとメッシとプラティニとダンフリースで完成というか、その欲しいところはお願い。まあでもメッシは5凸あるから、プラティニ来てほしいな。あとテオ、テオとプラティニにたくさんかぶってほしい本当に。3枚目、星4、4枚目、5、6、うわ来ないか。7枚目、あ来ない。8、来ないか。9、次特別獲得枠かな。あ、ないのかな、特別獲得枠ではないのか。あ、次かな、数え間違い、だいぶ早い段階で数え間違えてた。特別獲得枠 50% よね。うわ 50% 外したが、うわー 50% 外した、マジかー。まあなんとも言えない、悪くはないけどみたいな。あれ、あちょっとお待ちください、早くあの選手枠を開けてほしいわ。まあ微妙、いやまあ悪くないか、悪くないか。まあ3体抜き、50連で3体抜きできてるんで悪くはないですけど、あーもらいきれないじゃん。まあそうね、外れ枠的なところでもないし、うん、一応ね欲しいところで3枚出てるんで、まあこれはいい方でしょう。だいぶね50連の結果としてはだいぶいい結果だと思いますが、やはり改めて思うのはこのガチャしんどいね。やっぱテオとプラティニが初出なんで、そこごとつするの結構きついな。50連で3体でしょ、でテオ、グリーズマン、ビジャでしょ。テオはあと3枚とか2枚は必要だし、プラティニもあと3枚とかは必要でしょ。でメッシも母体が必要って考えても結構しんどいな。これでだから本当にね、プリシッチ、オタメンディに偏ったら地獄すぎるよね。
はい、ということで50連でとりあえず3体なんとかね、悪くはないかなというふうに思います。いい方かなと思います。続きまたやっていきたいと思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.